こんにちは、シャイ。どうも、山桃です。実はさっきさ、一人で飲んでたところやったんよ。もう一杯いっちゃおうかな。いた。今日はですね、ちょっとオタクルームのグッズを整理していこうと思います。イエーイ。テンション上げやし、さらに上げ。ちょっと待って、うざ。これはさすがにうざいわ。はい、乾杯。今日も京都で本絞りです。最近さ、オタク関連の動画もちょっと上げてるけどさ、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ドン引かれるかもしらん。大丈夫かな。いや、でも取り繕ったところでな、いつかボーボーバレるわけやしな。出してこ。あー、うめ。ということでですね、実家から漫画が送られてきました。またね、近々本棚のツアーもやろうと思ってるので、もう少々お待ちくださいませ。で、こちらですね。じゃん、リボンも最終巻までなくって、途中虹のリングやったっけ、争奪戦とかその辺まであった気がする。てかリボンの話も完全忘れてるから、また一から読まなあかんし、最終巻まで読んでないのよ、リボンは。なんか途中でね、実家に漫画預けた状態で一人暮らししとったから。で、もう一個何送ってもらったか、学園アリス。学アリは私のバイブル。え、私いつハマったんやろ。そうや、私が小5小6ぐらいの時にドハマりした漫画。私のオタクに拍車をかけた漫画です、学園アリスは。まず幼少期、犬夜叉でオタクになり、悠々白書で拍車がかかり、で、学園アリスやった。私のオタク人生を語るには欠かせない漫画、学園アリスでございます。え、ちょっと待って、年季入りすぎやねんけど、この漫画全部新刊で買っとってんけど、年季入りすぎやねんけど、ちょっと待って。これはもうずっと持っとったからね、仕方ない。学アリはね、もうほんまにただの少女漫画やと思わん方がいい。誰なん私。夏目大好きやってんけど、大きくなってからは翼先輩と殿先輩の魅力にも気づけました。学アリやべーわ、やべーわやって、イントネーションおかしなったやべー。ということで、ちょっとこの辺の漫画をしまっていきます。なんか関数バラバラやから、揃えながらしまっていくわ、この辺に。で、本棚は楽天市場で購入して、で、自分で組み立てました。これ組み立てんのめっちゃ大変やから、みんな気をつけて。これめちゃめちゃ可愛いんよ、この本棚ね。この引き出しがついてて、この引き出しにね、結構オタクグッズを置いておりますんですけれども、なんか日本語おかしなった。この本棚の詳細は概要欄に貼ってる、楽天ルームに貼ってるのでね、よかったらそちらをご覧くださいませ。あ、そうや、気になった漫画を買ってきてんねんけど、ちょっと時間がなくて全然読めてないねんけど、この三角窓の外側は夜っていうのが、どこの書店行ってもめっちゃ押されとって、実写映画化も決定って書いてあるから気になって買ってきました。で、これブルーピリオド、美術大学、美大を目指してか、まだ美大には入ってないんや。ちょっとそういう系のね、漫画を買ってきました。で、これ青のオーケストラ、私吹奏楽部ってからちょっと音楽系には惹かれちゃう節があるんですけれども、ちょっとこれ絶対おもろいと思って、もう一個、これは少女漫画系かな、自転車屋さんの高橋くん、これを買ってきました。ちょっと読むの楽しみやねんけど、ちょっと早く読みたいわ。まあ、これはちょっとこっちに置いてきます。いや、グッズの整理する言うてんのにめっちゃ漫画紹介しとるがなあかん、楽しくなってきた。熱い。ちょっと本棚の整理もしたいから、ついでに本棚の整理もします。先に本棚整理からやっていこう。じゃあ、まずリボンここに詰めてくわ。やーばーば、バイヤイヤイヤガラ。はい、ナイヤガラ。はい、ナイヤガラ。はい、なんだいそれは誰のネタだい。これめっちゃおもろいね。ゾン100。ゾンビになるまでにしたい100のこと。これ私電子書籍で買っとって、でも漫画で欲しくなって買いました。で、3巻だけまだちょっとね、取り寄せ時間がかかるっていうので、届いてないねんけど、ちょっとみんなさ、教えて。漫画コーナー作ってる子はさ、どうやって並べてる？これね、2列入れれるやつなんやんか。だからさ、どういう風に並べたらいいのかマジでわからんくって苦戦しているんですけれども。リボン今読み返したら誰推しになるんやろ。当時は格別このキャラめちゃめちゃ好きっていうキャラおらんくって、極デラくんとランボが好きやったかなぐらいやから、今読み返したら誰が好きなんやろ。ひばりさんか、ひばりさんめっちゃ人気やったよね。むくろか、待って、誰やったっけこれ。 D の待って、かっこええな。集めたい漫画多すぎてさ、もうそろそろ部屋ないねんけど。犬夜叉とかランマとかその辺も漫画欲しくって、広い漫画部屋を作るのが夢やから、あれやな、いつか頑張って引っ越してさ、漫画部屋作ろう、もうゴリゴリに。ちょっと待って、リボンをめっちゃ読み返したい。リボン読み返したいし、ブリーチも読み返したい。唐突にブリーチ。学アリもさ、最終巻まで読んでんのに、漫画を最終巻まで持ってないから買い足さなあかんな。売ってるかネットで探
ムシは売ってるか。学園アリスはアニメ、あの Z のところまでしかしてないからアニメ化してほしいな。表紙だけで泣けるわ。この辺この先輩にモテ遊ばれたいもんな。だってほんでこちらもう一個送ってもらってるやつこれです。ミルククラウン。ミルククラウン知ってる子おるかな。マジっておもろいねん。少女漫画なんですけれども、うわー待って懐かしい、もう大好きやってんなミルククラウン。うわー、ちょっと無印でいろいろオタクグッズ収納グッズを買ってきましたっていうのも、私今ここにね置いてるこれ無印良品で購入したものやから、これと同じものを横に置きたくって、もしかしたらセリアとかに行くと似たようなやつがあるかもしれん。またセリアにねオタク収納グッズを探しに行こうと思ってるんやけど、はい、こちらを買ってきました。この小物収納ボックス3段ですね。これがねあの缶バッジとか収納するのに超絶いいサイズで、中に仕切りも入ってるからめっちゃ使いやすいのよ。ということでこれを買ってきまして、あとはね結構使えそうなこういうハガキフォルダとかカードフォルダ、これは2つ買ってきました。見ていただいたら分かりますように、もうツイステにドハマりしてるんですけれども、こんなにドハマりしたのはいつぶりだろうかっていうぐらいのめり込んでる作品でして、ツイステがなんかこういうゲーム系やったらアンスタちょっとだけやっとって、でもめちゃめちゃにわかぜ、冒険乱舞はむっちゃやっとった、でもグッズ出る前とかやったからこんだけグッズを折ったりはしてなかったぐらいかな。ゲームは漫画とかやと最近はコナンくんのグッズとかめっちゃ集めてるかも、あとヒロアカとかかな。ということでですね、そのツイステをね最近本当に中心にグッズ集めてるから、ツイステのカード類とかねこういうのに入れたいなと思ってカードホルダーを買ってきました。アルバムじゃん、これもちょっと良さそうじゃない、このサイズ感なんか使えそうやなと思って買ってまいりました。まあちょっといいサイズのカード類があったらここに入れようかなと思っております。ツイステコーナーも作りたくって、どこに飾るか一生悩んでるんやけど、どうしよっかな、何をどこに並べるかでめっちゃ迷ってんねんな。どうしよっかな、めっちゃ迷うねんけどどうしよう。一応現在ですね、こことどろきくん兼青色コーナーのこういうのを作っておりまして、その横はねちょっとこんな感じにしてて、あこれは最近買ったやつでただここに置いてます。ちょっとこんな感じでも、ここにツイステコーナーにする。ここはあの紫ゾーンで推しのともよちゃんと音符ちゃんとかをね並べております。ちょっと待って、やだともよちゃんがどえらいことになっている。でどうしよっかな、どこに作ろう、ほんまにいい案がないか考えます。一応この引き出しの中、こっちがツイステグッズでございます。じゃんじゃかじゃん、メタルカードと入れ物が壊れちゃったんやけど、ウエハースのカードをここに入れてます。ツイステのポップアップストアが当たったのでそこで購入したシールとマグネットとか、私三押しがリドルくんで、あとはラギーくんとオクタの3人も好きで、ことごとくランダム系はリドルくんが出ません。リドルくん運がマジでないのよね。でクリップも4つ買ってリドルくんが出ませんでした。そうツイッターにはあげたんやけどさ、ブローチサーツラビルの4人出てさ、リドルくんだけ出んかった、どない。そんなわけでこの辺のグッズを整理していきたいのと、これ視聴者さんからもらったトランプ好き、嬉しい。これはねあの遊ぶ友達がいないので、あの眺めてねニヤニヤしています。やべえぜこれは、ありがとう本当に、とっても好き。でこっちもちょっとグッズがね入っておりまして、袋可愛いから置いてます。でコナン君の缶バッジとかツイステのプッチョ、なんかさツイステ手芸部の皆様すごくない、これでポーチとか作ってるから私も作りたいなと思って置いてるんやけど、ちょっといつかどないかしようこれは。でここに入りきってないグッズとかを今ここに入れてる状態で、渋谷にねあのカードキャプターさくらちゃんのポップアップストアがあって、でそこでねあのランダムで購入したこういうものとかもね入れております。あこれもいただいたやつです、コナンくんのシール送ってくれてんけどほんまにありがとう。これもねオンラインストアで買ったやつ、コナン探偵社の犯人のピンバッジとかこれ服につけたいんよな。ちょっとねいろいろとあの収まりきってないグッズとかがねありますので、この辺とかをちょっと整理していきたい。ちょっと何から手をつけていいのか今全然分かってへんねんけど、どうしよう。ここ置いといてこれ整理しよう。ちょっとねこのグッズを入れているこちらのケースがパンパンになっているので
整理していきます。一応ね分けてて缶バッチ類みたいな、こっちがヒロアカでこっちがまあなんかいろいろみたいな感じで、ちょっとねざっくりした分類なんやけど分けてます。2段目はあのコナン君のグッズをババババって入れてて、こっちなんやろ、こっちもでもランダムでいろいろバババって入れてる感じか。作品ごとに分けていこう。なんか缶バッチとかってめっちゃ集めちゃう。なんなんやろほんまに、ランダムで押し来た時の喜びって半端ないから、それでね買っちゃったりするよね。なんかラバマス、ラバスト、ラバマスとかもさめちゃめちゃ買ってしまわん、可愛いやんか。これはねコナン君今1個飾ってんねんけど2個出ました。でもコナン君推しやからいいよ、飾る用と保存用でございます。これはあ、これも視聴者さんからいただいたねコナン君のヘアゴムとかで使ってヨレヨレになるの嫌やからグッズのところに収納してる。ハイキューの缶バッチ系、これはガチャガチャですね。ヤクさんとリエーフが出ました。呪術回戦の缶バッチ本当にかっこいいんやけど、ブリーチ、ブリーチの缶バッチ買ったらさアイゼンさんと東四郎が出ました。楽しみだね、やべえんだが。そうや、最近購入したブリーチのグッズもあんねん。こちらですね、マグネットでございます。マグネット系どうやって飾ろうかなって思ってんねんけど、この辺ちょっとね可愛らしい系の缶バッジを入れてますね。カードキャプターさくらちゃんとか、あとあれや音符ちゃん、でもこれもね飾りたいんやけど、ちょっとどこに飾ろうか今迷ってるから置いてる。そんな感じのねものとかをここに置いております。でちょっと可愛いシリーズ、入れるのもなんか難しいねんけど、何をどこに入れるか迷うな。これでさちょっと眺めてられんねんけど、最高やん。ブリンチはですね、ユミチカとヒラコと白夜兄様推しですね。でもほんまになんか誰が一番好きとかなかなか決められへん。ブリーチは魅力的なキャラ多すぎて、女性陣やと誰が一番好きやろ、ルキアかな私一番好きな。あとソイフォンや、女性陣やったらルキアとソイフォンが好きです。ソイフォンマジで可愛い、なぜ私を連れて行ってくださらなかったのですか、夜市様っていうシーンが本当に大好きです。ソイフォンめちゃめちゃ可愛い。
はい、というわけでツイステコーナーこんな感じになりました。イエーイ、いかがでしょうか。ちょっとねあれからバージョンアップしてっていうかね、あの動画を撮ったのが結構前の時 で、そっからねなんやかんやいろいろ発売されて増えました。アクスタとかもね予約してたやつが届いたりで、こんな感じにねボリューミーになりました。でこの缶バッジはねあのナムコのトルモで撮ってたやつですね。まあ、ちなみにこのケースはセリアでございます。なんかハーツラビル料っぽいなと思って買ってきました。ポストカード入れてんのはサリューのナナンディアのフォトフレームでございます。こっちもねあの無印で買ったアクリルのフォトフレームみたいなフレームでございます。セリアで買ったクモグッズなんか引っ掛けようかなと思ってるけど、まだ引っ掛けておりませぬ。飾り付けしたね色紙、やっぱこのパールついてんの可愛いよな。もうちょっと大ぶりのパールでもよかったかな。でこれはセリアで買ったねこういう白いワイヤーにいろいろとつけております。この辺は全部ねスリーブに入れてセロハンテープでね貼っつけてます。缶バッジはねあのなんて言ったらいいの、こんな感じでね缶バッジは引っつけております。そんなわけで推したちのツイステコーナーを華やかにいたしました。いかがでしょうか。それではまた次のオタク動画でお会いしましょう。今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とツイッター、インスタのフォローもお待ちしております。じゃあみんなバイバイ。